Hello everyone. I am Nagaoka K.I.Ko.Minister e of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan. ジンバラ国際文化サミットの開催をお喜び申し上げます。ナディーン・ドリース、英国デジタル文化メディアスポーツ大臣。アンガス・ロバートソン、スコットランド憲法対外関係文化大臣。 アリソン・ジョン・ジョスコットランド議会議長ジョナサン・ミルズエディンバラ国際文化サミットディレクターをはじめ本サミットの開催にご尽力された皆様に心より感謝申し上げます。また例年この時期に開催される歴史ある夏の文化の祭典であるエディンバラ国際フェスティバルは今回75周年を迎えられるとのこと。 合わせてお祝い申し上げます今回は日程が合わず私は参加できませんがビデオメッセージという形で文化と教育というテーマに関し日本における最近の動きをご紹介したいと思いますまず文部科学省は文化そして教育の両方を所管しております学校における芸術教育に関する業務は 以前は教育担当部局において行っていましたが2018年の法改正により文化を所管する文化庁に移管されました文化庁は文部科学省の外局であり文化政策を専門的に扱う組織ですこれにより文化庁の持つ芸術文化振興政策の知見や芸術関係者等の ネットワークを学校教育に生かすことが可能になり学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成までの一体的な施策の展開が図られるようになりました次にコロナ禍においても子どもたちが文化芸術に触れる機会を確保するための取り組みについてです二千二十年以降新型コロナウイルス感染症の影響下で 学校の内外で子どもたちが文化・芸術の鑑賞や体験をする機会が大幅に減ってしまいました。今では状況はずいぶん改善されましたが、まだコロナ前と同じというわけにはいきません。政府としては、さまざまな場所で子どもたちが伝統文化や実演芸術などの多様な芸術を鑑賞・体験する機会を 取り戻せるよう学校への文化芸術団体による実演芸術の巡回公演や芸術家などの派遣の実施劇場等において子どもたちが無料で舞台芸術を鑑賞する機会の提供といった措置を講じていますこれによりポストコロナ・ウィズコロナの時代であっても子どもたちが自身の学校や 地域にある劇場などで芸術に親しみ感性や想像力を大きく動かせる機会を持つことができます最後に学校での芸術系科目における ICT 活用についてですえ、日本政府は近年ギガスクール構想を掲げ生徒・児童の一人一台端末と高速ネットワークを 全国すべての地域に整備いたしましたその結果現時点において重点的に取り組むべき課題は整備から活用に移ってきております ICT を活用した教育が日本全国の学校で行われるよう文部科学省の特設チームを中心に強力に支援をしております音楽や芸術といった芸術系科目でも ICT 活用は進んでいます例えばオンライン上でアーティストの授業を受けたり学校から離れた博物館の芸術作品を鑑賞したりする例も出ていますまた端末を活用し写真や動画などを用いて芸術表現の幅を広げるそういう取り組みも積極的に行われていますさらに生徒の作品や 制作の過程をタブレットで撮影し学習評価に活用することも可能になっています文部科学省では教育現場での参考にするようこうした芸術系科目ならではの ICT 活用についてホームページに解説動画や資料を提供しております新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の中で 私たちは人の心を癒し、勇気づける文化芸術の力を改めて認識しましまた。文化芸術は子どもたちが感性や想像力を豊かに働かせて社会的な価値を作り出す創造性を育みまた仲間たちとともに学ぶことにより豊かな人間性を養う上でも極めて重要な意味を持っています。 日本としても引き続き文化芸術活動の再開継続発展を力強く支援するとともに子どもたちの文化芸術体験の機会の確保と芸術教育の充実に努めてまいります本日のエジンバラ国際文化サミットの議論が世界中の文化の在り方特にポストコロナ・ウィズコロナの時代の文化と 教育に資する新たなチャレンジに明確な方向性と指針を提示する機会となることを期待しております。ご静聴ありがとうございました。